アント -14 アント -14 は1930年代初頭にソビエト社会主義共和国連邦で開発された旅客機である。アント -14 はモスクワからウラジオストクの長距離飛行に対応可能な旅客機として企画された。1930年3月民間航空艦隊と中央航空流体力学研究所は開発にあたって アントマイナス14の技術的な要求事項とスケッチデザインを3ヶ月以内に作成するという契約を締結した。設計は分業で行われたため複数人の技術者が任命され、アレクサンドル・アルハー・アンゲリスキーが胴体、ウラジミール・ペトリャコフが主翼、エヌネクラ・ーソフが尾翼、イイァン・ポボシスキーがエンジン周りの開発を担当した。 設計と開発は完了したものの、当初運用を予定していたモスクワウラジオスト区間の乗客数が少数であったこともあり、機体の量産は実施されなかった。それでもアントマイナス14の開発は、ロシアの航空士にとって重要な足跡となった。胴体は長方形の断面を持つ古典的なもので、最大部分の幅と高さは3.2メートルだった。主翼の形状は、 tb-3 との類似が見られるものであったが、翼の中心が0.8メートル程度長く作られていた。翼内には4つの燃料タンクがあり、総量にして2 0 0 0ラムの燃料を積み込むことができた。エンジンは1機480馬力のノーム製のエンジンが5機装備されていた。機内は36人乗りで、中央に通路を設けて、左右2隻ずつの急列シートが用意されていた。 また、冬季になると、積雪の上に着陸するため、降着装置の車輪がスキー板に置換された。乗務員は、パイロット2名、広報士1名、客室乗務員1名で構成されていた。パイロットと広報士用のコックピットは、機体前方にあったが、エンジン制御を担当するパイロットのコックピットは、機体中央部にあり、胴体の上には突き出した窓が配置されていた。また、 スタビライザーは飛行中でもパイロットが任意で角度調整を行えた。初言性能。ありがとうございます。